ちにくいのであれば、少し力を加えた方がいい箇所もあるので、そこは汚れの状態によっても違うんですけど、まあ、汚れに気づいたら洗ってあげる方がいいのかなと思いますね。そうですね。ホイールの細かい隙間などかを洗っていくのに、特にスポンジの方が洗いやすいんですね。今いろんなホイールの種類もあって、太いものから細いものっていう隙間がいろいろあるので、ここに入り込むような専用のスポンジを使った方が隅々まで綺麗に洗えると思う。触っていただくと分かる通り、ちょっと固めですよ、ね、っていうので、これだけでも摩擦が伝わってしまうので、その部分ではもちろん柔らかいから濡らしていく形が多いですね。大事なポイント1つ目なんですけど、このワイパーの下にほど少し下ろしていただくと隙間に手が入りますので拭きやすくなります。この隙間に手を入れていただいて、あまり引っ張ると剥がれてしまいますので、優しく水を取るイメージで何回か動かしていただいた方がいいかなと思いますね。で、窓を下げると、この窓の上のところも結構汚れが溜まったりするので、ここもしっかり拭いてあげる方がより綺麗になります。なるべく早めに拭き取ってあげるっていうのが理想ですね。内側と外側を、床が溜まるかくなので、汚れも溜まるかくなので、この吸引口もしっかり拭いてあげるのがいいかなと思います。砂も溜まりやすいところなので、こういったところも気になる方は拭いてあげた方がいいと思います。僕らがやってないですよ。違いますよ。毎回なんか作るんだって言ってるんです。あれやってますって言って。